はーいお疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、元光先日ですね、知事の14万インフルエンサーが日本の神社の鳥居で懸垂とかする動画を上げて大炎上してるぞーっていうような話を取り上げてたんですけど、なぜか神社の鳥居でですね、外国人の配信者たちが踊ったりして動画を上げまくってるわけなんですよね。で、一つこんな感じでね、 また踊っっててるる動画が上が上わけけなんですけど何やってんだって大炎上している中でえこれって何が悪いのって外国人がわけわからないことを言ってるわけなんですよねいやいや普通に日本人ぶチちぎ案件だろうっていう,ような話なんですけど、まあ、そのことについてね、えー、語源化してですね、まあ、そのことについて正論 で完全論破してるるといいううよよななインド人の人のがいるわけなんですよ、まあ、同じ外国人でも日本人のことをめちゃくちゃ分かってくれてるそんな言葉が素晴らしすぎるっていうことでめちゃめちゃ話題になってね12万いいねとかもついてるんで今回その正論のね論破してる内容っていうのを見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、まあ、この動画がね話題になってるんですけど ある人が言って,て、ね、モスクやユダヤの宗教施設もやってみろ、ゴミかすがーっていうふうにね、ぶち切れてるわけなんですけど、日本の神社で動画を撮ってるわけなんですけど、こんな感じ、ちょっと見ておきますね、なんか急に踊り始めてです、ね。 なんでこれ神社でやってんだよって、ふざけんなよって、失礼極まりないぞっていうようなね、そんな内容になってるわけなんですけど、えー、約これ20秒ぐらいかな。 えー、ダンスの動画を上げてるということで何やってんだってなってるわけなんですよね。で、日本人はもちろんぶち切れてるわけなんですけどある外国人のこちらね宇宙のベロニカっていうねスロバキア出身の人が言ってるんですけど、まあ、この人、プロフィールも日本語で書いてたりだとか、えー、来週から日本にいるんだとかいろいろ言ってたり、まあ、日本が好きなんだとは思うんですけどこんなことを言ってるんですよね。これは何が悪いいのか教えて欲しいてしわっインスタ映えを求めて たくさんの日本人や外国人が並んで渋滞になってるのに突然動画になると最近アウトそれとも寺院で動画撮った外国人の渋滞ヘイトだけなの普通に寺院であれ教会であれ許可を得てれば問題ないと思うけど私だけ地球在住者じゃないのっていうことで、まあ、ちょっとアホった感じのことを言ってですね何が悪いんだよこれのっていうことを言ってる外国人がいるわけなんですけど、まあ、日本人からしたらいやいやお前が言って ってることおかしいだろうって神社はふざけたり遊んだりするところじゃねえだろうっていうことがね、えー、突っ込まれまくったりしてるんですけどそんな中でもめちゃめちゃ正論だということで言われてるのがこちらのねインド人の方だと思うんですけどまあここ国旗もあるんでねこの人も日本が好きなんだと思うんですけど日本語を勉強しています一つの神様一つの政党一つだけは極端な始まりですいろんな神様いろんな考え方があっていい私は日本大好きですゾンビのように見えてゾンビじゃないよすべてのインパク プレゾンビは土に帰りなさいということでこんな人がいるわけなんですけど真っ向から反論してるわけなんですよねまあ、正論なんですけど炎上なんて私はしたくないし争いごとに巻き込まれたくもないけれどやっぱりモヤモヤするしなんかおかしいよねと思うから私が感じたことを書かせてもらいますね攻撃ではないことは読んでもらえればわかると思うわということで日本語の先生と話して思うのは日本の人は無宗教じゃないんだよね毎日お 祈りとか毎週礼拝とかしないけど心の中でねどこかで神様が見てるこれはしちゃダメこれ神様に失礼と恐れたり敬ったりしていると感じるのよねって鳥は神様の通り道だし外の世界と神様の世界をつなぐボーダーだと本で読んだことがあるそこは踊っていい場所じゃないのですよ神話で雨の渦ウもアマテラスオオカミを外に出すために踊ったしいいじゃないと書いている人も 意味が違うと思うのよねって日の光を取り戻すための神事とインフルエンサーダンスを一緒にしてはだめでしょうと「いやほんとそうだな」ってその神様を大切に思ってない人が話題を集めたいという理由だけで宗教施設の中でダンスしたら怒るよねって奉納ダンスと比較してる人もいたでもねこのダンスは奉納ではないよね神様とつながろうとする心がないもの心があるかどうかは聞かないとわからないでしょう って言われるかもねあの場所であの服装神社や信仰と関係のない動きに心や敬意なんてありますかって私は感じなかったといやもうほんと正論だよね。 マジでその通りだなと思いますでまた許可があれば大丈夫でしょうとベロニカさんは書きました、まあ、さっきのねスロバキアの外国人の人が書いたよねって許可あればいいでしょうみたいなこのダンスを見て許可したり SNS へアップすることで喜ぶ神主さんや神社の人はいるのですか許可を取ったと私は思えない日本の若者がお寺や神社で踊ったり狛犬を蹴っている動画も見たことあるけどやっぱりめっちゃ炎上してたよとこれは 日本人とか外国人とかそういう話じゃねえってで私だけ地球在住者じゃないのとも彼女は言いましたこれは炎上しますよ。 一個人の意見を怒っている日本人とそれ以外の地球人という構図に描き換えたんだからいかにも自分が大勢のコモンセンスを代表しているかのように怒っている人はヘイターのようにも言ってたよね今回怒っている人たち差別とかヘイトじゃないと思う確かにめちゃくちゃの悪い人もいたけどそれも怒りの表れなのかと思った自分たちが大切にしているものそれを敬っているものに失礼なことをされたらやっぱり怒る 私は他国の宗教施設に行く時本当に慎重にする事前に作法儀礼を勉強するその土地の人を怒らせないことを考える場合によっては行かないという判断も正しいと思うもしかしたら関係ないのに口出すなとまた言われるかもしれないが最近多くの日本の人たちに触れ合うことがあってどうしても言いたくなってしまったの不快に思わせたらごめんね最後にですベロニカさんという女性がこう思ったから言ったからとスロバキアや 外国人をジッパー人から揚げにしてほしくないのよね一人の人を見て全体を語るのはやっぱり気をつけなきゃと私も私自身に言聞かせているところですさて今からレポート頑張るっていうことでまあ日本人もねなんで怒ってるかってなんかよく分かんない部分もあるところをはっきりと言葉にしてくれてるわけなんですよねまあ確かにその通りだなというふうに元光も思います自分たたちが大事にしている神様を失礼なことされたんだそれは日本人 として普通怒るよね。っていう話なんですよね。まあ、そしてさっきのね。外国人のここだよね。私だけ地球在住者じゃないの？みたいな。 まあここら辺の反論に関してもまんまですねあの炎上しやすい人のね基本パターンみたいになってるわけなんですよねなぜかその大多数の代表みたいな言い分で喋りを進めるわけなんですよねまあこの正論すぎる反論にもう軍の音も出ないのか、まあ、これにはねなんか反応がないみたいなんですけどさっきのねこのスロバキアの外国人さんボッコボコに論破されちゃってるということなんですよねということでネットの意見をね見ていこうかなと思うんです けどこれをリツイートせず自分に都合のいいポストしかリツイしてないところからして「ベロニカさんのひどさがわかるよね」っていう風にね言われてたりだとか他には「この方のおっしゃる通りです」って信仰心という感じではなく生活に根付いていますいやほんとそうだよね神様だけではなく仏様先祖を大切にしています当然日本人も人材やお墓で踊って撮影していたら炎上しますよと別外国人がどうとかじゃねえんだよと。 いう話ですよね他にはこちら「日本人はは無宗教ではないいすごくく正しくてやばい大々の日本人っていろんな宗教をごっちゃにしてどれにも信仰を持っていないことが多いんだけど実のところ神様を信じていないわけではない」 っていう神をかのんじているように見えてある一線だけは超えないその一線を読み違えると炎上するというふうにね言われてますいやほんとそうだよね多分多くの人が神様自体は信じてますからね、まあ、その時点で、まあ、確かに無宗教ではないもんね,ね他には、えー、日本人になっていただきたい外国人はこのような方「ベロニカさんは地球のどこか住みやすいところを探して住めば良いと思う」「日本が好き」と繰り返しても日本人から見るとそう 思いますよっていや本当そうだよね まあ異国国のののここととが好きってて言うんでああればその国のことを理解してあげないとダメだよねなんでそこで我を通そうとするんだってなっちゃいますからね他には外国語を学ぶ一人として見習いたい姿勢と考え方だってサラさんが素晴らしいのは日本人は無宗教ではないという事実を日本人を学ぶことで受け入れながら丁寧に日本語で発言されているところ他国の言葉や文化を知ることは簡単だけど倫理観やその背景 人にある宗教観を理解するのは非常に難しいと思うわっていうことを、まあ、逆にね自分が海外の人にできるかっていうのねものすごい難しいことだと思いますよね、まあ、本来それぐらい気を使わないといけないことですよねだってもう考え方とか全然違うわけだからさ文化とかもねまあ、本当にその通りなんじゃないのかなと思いますということで今回は迷惑外国人に対して擁護している外国人を完全論破するインド人の女性の発言が 素晴らしすぎたっていうようなそんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。